はい、皆さんこんにちは。今回はですね、愛知県岡崎市にあります満腹屋にお邪魔してきました。東海オンエアで有名になったお店ですね。まあ、駅前という立地で駐車場がないため、少し離れたコインパーキングに車を止めてお店に着いた時には7人ぐらい並んでいましたね。で、先に食券を買ってから並ぶタイプで、入り口左にある券売機で特製ラーメンを今回は購入しました。で、カウンター席について麺の硬さ、味の濃さ、油の量は全て普通で、今回オーダーして待ちました。で、こちらのお店、家系では珍しく麺が太麺と細麺が選べるので太麺をチョイスしました。黒い器には白濁スープに太麺、具材はチャーシュー、ほうれん草、うずらの卵が乗っており、美味しそうな盛り付けです。で、スープはクリーミーで濃厚な豚骨なのに全く臭みがなく、マイルドな味わいで、醤油の返しもマイルドで美味しかったです。優しい家系といった印象で万人受けする仕上がりですね。で、麺は太めのやや縮れた平打ち麺で、力強くスープとの相性が良くて、これもまた美味しいです。で、具材はチャーシューは薄切りですが、脂身があって美味しいです。ほうれん草は濃厚なスープによく合っていますね。で、うずらの卵も存在感があってすごい良かったです。今まで食べた家系の中でもマイルドな方で、食べ進みやすい美味しい一杯でした。また行きたいと思います。気になった方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ここからは早送りでお楽しみください。Show me the way, baby, to your heart. Please show me the way.